な今日は来てくれてありがとう。はい、ありがとうございました。フロー君大東でした。今からスタッフが帽子をひっくり返してみんなの元に行くころじゃあはい、もうお時間もねだいぶ押してますので、お後でお前が怒られればいいころちょっと菊池くん呼んだの間違いでしたかね。今日僕のお腹に黒いやつがいきなり安全ピンで刺されてるころえ何なんでもないなんでもないです。はい、それではお誕生会のステージは以上になります。あ、ありがとうございます。今日は遠いところ本当にコロー君のお祝いに足を運んでくださり本当に本当にありがとうございました。皆さんとお祝いできてとっても嬉しいよね。よっしゃー、嬉しいです本当に。またこれから来年のね誕生日まで1年間ね、これで元気いっぱいに活動できるね。はい、それではコロー君はですね今から10分間のちょっと休憩に入らせていただきます。でその後コロー君とね今日の楽しい思い出の写真を撮れたらなと思いますので、残れる方はちょっと10分間待っていただいて、その間はお写真撮ったりですねしていただけてたらいいかなと思います。なんか10分間喋っとけて俺俺がや、え、別に俺のことを見に来ている人たちじゃないのに俺が10分間繋がないかわけだから俺が喋ったときに別に喜ばせたんばい。コロー君と一緒に帰りましょうかね、菊池君もね。あ、俺も帰っていい？はい、よか大丈夫ね。え、いてほしいの？え、ね、みんながね休憩できないから、皆さんもね休憩できないから、菊池君も下がってもらっていいですか。俺がおっても俺がおっても休憩するやつは休憩すると思うよまあまあまあ、とりあえず一旦ここを沈めましょう全然時間が余っとんじゃねえよはい、いいですか。もうみんなもう撤収するのかと思った。やばいよやばいよ、もう12時、違う14時10分、もう時計も見切らせたもんどう目の失ってきないというわけで、コロー君はですね14時20分に登場しますので、はい、トイレ休憩などなどご自由にされててください。小腹が空いた方は物産館の方でいろいろ売ってございますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますと鍋師から言えって言われましたはい、お仕事ご苦労様です。はい、はい、それでは皆さん本当に楽しい時間をありがとうございました。バイバイ。俺も帰るわ。帰るよ。帰るわ。ピッピッ。あ、あっち来たっけ。ピッ。俺向こうから来たっけ。あ、菊池くん向こうですか。うん。お前なんか中途半端にさ、経験しとんのやめてくれんか。ああ。マジか。100円ショップで買ってきたやつが割れたって。まあまあ。そういうこともあるさ。泣く。泣いとらんばい。涙出とらんばい。いやもう。もういつも言うやつね、女子がね、うわもう泣きそう。絶対泣かんけね。いやオープニングで結構泣いたんで大丈夫です。いや本当オープニング。オープニングだけだと？やだ間に合わんってなっちゃう。違うの。頑張ったのこれまで。わかる？普通最初に泣くね。いいな。入るよ。はい、さよなら。はい。はいはい、じゃあ皆さんまた10分後にお会いしましょう。ありがとうございました。バイ。下にマイクが入ってます前らコロームの焼きに来たぞ、ママ。Thank you。 裏切り者だー。あとはこの後よろしく10分間やってあげよう。お疲れ様です。
笑